こんにちは。こんにちは。9月26日火曜日、時刻は19時を回りました。シーウェーブ千住レクロスエンタメライブの時間となりました。はい、MC は高崎由紀子と千尋がお送りします。はい、お久しぶりです。2、3ヶ月ぶりぐらいで、ま、そうですよね、私が、はい、いろいろ体調を崩したりしたので本当に申し訳ないです。大丈夫ですか？あ、もう万全です。万全です。今日はもう気合を入れて、気合を入れてきました。はい、前回はそう、私一人でここで最初のオープニングトークで、はい、地元の福島県の私天栄村っていうところ出身なんですけど、はい、その村のお祭りで歌いましたっていう話をしたんですけど、はい、その後また福島県の、はい、福島市のお祭りに今度行ってきたんですね。楽しそう。駅前で東北のお酒と、はい、あとはご当地グルメを楽しむイベントがあったんですけど、はい、そこで歌わせてもらったので、はい、私お酒の話しようと思って、自分がそのお酒強くて全然酔っ払わないんですね、私が。いいですね。で、全然酔っ払わなくて、過去に一度だけ、はい、その酔わないけど飲みすぎて次の日二日酔いだけなったんですっていう話をしたんですよ。なるほど。で、私そのやっぱり酔わない人ほど飲みすぎて注意した方がいいですよって話ところに落としたかったんですけど、はい、すっごいヤジ飛ばしてくるおじさんがいて、はい、それその飲みすぎて二日酔い、はい、それあと10回ぐらいあれば慣れるよって言われて。え、本当に？絶対慣れないでしょ。そっちで落とし込みました。慣れるみたいですっていう感じで会場の人たちに。なるほど、そういう落とし込んで終わったんです。東北の人お酒強いですから。あ、そうなんですね。ちひろちゃん、お酒はどうですか？私はまだ未成年なんで飲んだことはないんですけど。わお、未成年だ。でも多分強くはないと思いますね、きっと。なるほど。はい、まだわかんない、ね、まだわかんないですね。まだ飲んだことないもんね。結果をお知らせしますね。20歳までここで、はい、MC やってもらって、はい、結果を発表してもらいたいと思います、はい、それでは、さてこの番組はメディアで活動活躍しているアーティストをゲストにお招きいたしまして特集いたします。1時間の番組です。今夜のゲストをご紹介、ちーちゃんお願いします。はい、今夜のゲストは中山優さんです。町田をホームに路上やライブハウスで活動を行っているシンガーソングライター。あなたに寄り添う優しい歌を、あなたと前に進める歌をテーマに精力的に活動を行っています。ストレートな歌詞が特徴的で、命や誰かとのつながりなど誰にでも身近なものを歌い、音楽で日本を変えたいということで、今夜はどんなパフォーマンスを見せてくれるのでしょうか。はい、それではスタンバイの方よろしいでしょうか。中山優さんのライブです。お楽しみください。どうぞ。漂った時の中でまたただ前も見えず、輝いた星の中で自分の色も知らずに、遠く遠く思いが揺れる、遠く遠く知らない空、目覚めぬ夢の中でただ明日を越う、ゆうです。よろしくお願いします。今日は短い時間ですけど楽しい時間一緒に過ごすことができればと思いますので、あなたはまた覚えているかな、
あの輝く夕焼け、あなただけに見てほしくて、輝いていたんだぜ。二人それぞれの居場所探す旅に出た。その終点の一つが今僕が歌ってる。あの時一緒に見えなかった夏の大三角、今もこの空に輝き続ける。僕らが勝手に繋げた三つの星、あなたと僕ときっと誰かがまた僕らを繋いでくれる。僕の声は聞こえているから、僕はここにいるよ。あの時離れた時をもう一度ほら、繋ぐための歌。あなたに伝えたいことはそりゃもたくさんあるけれど、とりあえず全て忘れて僕の前で歌ってよ。あの時一緒に見えなかった夏の大三角、今もこの空に輝き続ける。僕らが勝手に繋げた三つの星、あなたと僕といつか今度こそはと、あなたと僕とは常に空を挟んでた。二人花たち同じ空がどこでも輝く。あなたに会えてよかったな。おおおあの時一緒に見えなかった夏の大三角、今もこの空に輝き続ける。誰かが勝手に繋げた三つの星、あなたと僕といつか今度こそはと、二人で見に行きたい。改めまして中山優です。よろしくお願いします。イエイ。今日は、よろしくお願いしますなんか公開のなんかラジオでしかも動画があるってことで緊張してるんですけれども精一杯なんか楽しく一緒にやっていけたらと思うのでよろしくお願いします。さあ、
夢の中で夏の大三角という2曲を聴いていただきました。普段路上だったりライブハウスとかで活動しているんですけれども、はい、次行っていいですか？昨日も一昨日もライブだったんですよ。なんか希望が丘とかお祭りとか出させてもらったり、そういう風に、まあ、毎日楽しく音楽活動させてもらってます。何気ない顔してこの星は回り、日が昇り沈み、そしてまた昇る。世界の約束、誰の都合にも構わず、oh, oh, oh. 今君は何を思っているのかな。少しは自分を好きになれたかな。でもきっと君だから、誰にも言わず泣いているんだろう。笑わないでいい、隠さないでもいい。僕が君を守るから、祈りにも誓いにも似たその声は、ひどく寂しく聞こえたよ。今すぐ君に会いに行こう、迎えに行こう、遠く離れていても、おかな。少しは自分を好きになれたかな。でもきっと君だから、布団に隠れて泣いているんだろう。離さないでいい、隠さないでもいい。僕の声が聞こえるか。祈りにも誓いにも似たその声は、ひどく美しく聞こえたよ。今すぐ君に会いに行こう、迎えに行こう、遠く離れていても、どんな声でもいい、呼んでくれればいい。君がたった一人いるだけで救われる世界がここにあるんだ。祈りにも誓いにも似たその声は、ひどく美しく聞こえたよ。今すぐ君に会いに行こう、迎えに行こう、遠く離れていてもいつまでも色褪せぬその悲しみと、世界が君を拒んでも必ず君に会いに行こう、
違うよ今君の隣で、赤く染まる西の空、ひくらし響く疲れた羽を休める黒いアゲハチョウ、繋いだ手を離して見つめた夕焼け、ふとよぎった別れ匂い、気づかないまま変わらないものはないと疑わぬまま、当たり前の明日を僕は夕焼けに重ねてた、どうしてなの、どうしてなの、別れの言葉言わせてくれてもよかったんじゃないの、さよならなの、さよならラナの伝えたい言葉、あなたいない空浮かんで溶けた、くだらないことたくさん伝えた、本当はもっと大事なことがあったのに、たくさんの大切なものを受け取って、一人で見た明日はひどく重たく冷たくて、強くなるから、強くなるから自分に聞かせて、あなたのぬくもり感じを追いかけて、泣かないから、泣かないから自分に聞かせても、あなた思い出し思いが溢れた、羽ばたいて一人でいれたら、
伝えたいから、伝えたいから、たった一言、私そうこねていた思い、ずっと忘れないから、忘れないから、この思いずっと、時を重ねてゆく、時を ございます。さあ、次の曲が最後になるんですけれども、皆さんにとって今日はどんな一日だったでしょうか。突然のお客様ぶりっていう今日がいい日だったって人も、あの悪い日だったって人もいっぱいいらっしゃると思うんですけれども、もちろんモニターの前の方もそうですし、今日がいい日だったなと思う人は明日以降もそういういい日がずっと続きますように、今日が良くなかったなと思う人はその良くなかったなって日が、良くなかったなと思う今日がいつの日かとても大切な日に変われるように、そういう願いを込めて作った曲で最後歌って終わりにさせていただきたいと思います。ありがとうございます。瞳を閉じて描くんだ、心の中にひだまりを僕が描いた、群青が君の心に届くように、歩道の隅に咲く花が風に笑顔揺らします、見上げた雲や白い月が僕の心を彩ります、美しい景色や大事なものを見つけたようなその思いを、そのぬくもりを決して忘れないように歌に乗せて風に乗せて、遠くて同じ空の下、君のもとに届くように、この歌がずっと響くように、今日が終わるその瞬間に切なくなるのはなんてだろう、季節が変わるその度に、切なくなるのはなぜなんだろう、悲しい出来事や変えらぬものを
全部抱きしめてその思いをそのぬくもりを決して忘れないよ鬼時を越えて明日も越えて遠くて同じ空の下君のもとに届くようにこの歌がずっと響くように写真じゃなくて言葉だけじゃ足りなくて歌だけでなくてこの思いを Oh, 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 この思いでした。ありがとうございます。イエイ、ありがとうございます。ありがとうございました。中山さんのライブの後はこの後後半30分トークに参りますが、その前に一旦ここで CM をご覧ください。なんで俺だけ怒られるんだろう。彼女にも愛想つかされるし、今日は帰りたくないな。何もかも嫌になりそうな。あら、どうしたの？元気ないね。つけたカウンセルね。まっすぐだよ。下の口でさ、あそこで元気もらえるよ。うーん、いい湯だったな。ワンちゃんもあそこに行くのかい？明日晴れるような気がした。いらっしゃい。会いたい会いたい君のその笑顔に、あったかいあったかい僕らの住むこの街。あったかいな、足立。あなたの声を聞かせてください。足立区。毎日電車に乗って家と職場を行き来して、今夜は久々に千代田線綾瀬ゼロ番線乗り換えて、街と会話を交わす忘れていた懐かしい感情を、笑顔に出会うたび何かを取り戻したような気がした。あ、お肉忘れた。みんなでパーティータイム、足立な餃子でパーティーアップ。みんなでパーティータイム、熱々餃子でパーティーアップ。一緒にパーティータイム、足立でみんながつながって、一緒にパーティータイム。
足立が私を優しく包んでく包んでく。小野浩平と申します。27歳になります。静岡県の伊東市、勤務職7年ですね。田舎に帰って、静岡県の田舎に帰って、向こうで開業したい、開業するってだけの目標で帰って成功するかっていう不安もあるんですけども、まあ、何かしらもっと大きなビジョンを持っていきたいなって思いはずっと思っています。森坂よし子です。介護系をやりたくてここに入っていて、入社してから1年でデイサービスができたんですけども、現場責任者をさせていただいてまして、キャンは自分のやりたいことをすごく尊重してさせていただける会社なので、福祉系以外の医療系の資格が取りたいなと、そういった資格を取って、まあ、ここで活かせていけたらなと思ってます。名前は舞田純と申します。出身は青森県の十和田市。今これを見てくれている森の方は僕は1年生の、そっちかな、もしかしたら僕はそれで3年生でっていう感じ。他の会社と違ったところが、開業支援してくれるっていうのを割と前面に出してくれてたんですね。東京で、まあ、勉強することもできるし、それのノウハウをまた自分の故郷とかに持ち帰ってやることもできるっていう。名前は藤原理沙です。ハッチ新店舗の立ち上げから理事長をやらせていただいて、一応なんか全部の売り上げが一番、多分私は一生プレイヤーでいたい、その経営とかなんかそっちではなく、一生患者さんと関わっていたい。ノアからあなたへ、あなたから親愛なる人へ。また会いたいよ、あの場所で君と巡り会えた。また会いたいよ、いつの日か。もうすぐお届けします。一体どこが始まりで最後だ、どこまで生身の体で生きてくんだ、クリアしてくんだ、ぶち抜け貫け暗闇を。この番組は人と人を笑顔でつなぐ千字でクロスがお送りしております。提供は町に元気を与える教育・医療・介護の株式会社キャンでお送りいたします。はい、この番組は株式会社キャンネット放送局 CA 部7階ブースからお送りしております。この番組では皆様のメッセージを受け付けております。千住 @caabu.jp までメールしてください。また現在ご覧になっていますフレッシュでもコメントができますので、こちらの方にも書き込みよろしくお願いいたします。はい、改めまして今夜のゲストは中山優さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ライブお疲れ様でした。 ありがとうございました。どうでした、今日この初めてですか、こういうところで。初めてです。生放送っていう形で歌うのは初めてですね。画面の奥にもファンの方が、あ、緊張しますね緊張してました。緊張しますね。ライブハウスより緊張しました。緊張しますね。あ、本当ですか。いやでも素敵な歌声、優しい歌声に、まさにでギターはちょっと力強く、さっきの自己紹介にぴったりですね、はい、ありがとうございます。自己紹介なんて言ってましたっけ。ありがとう、ありがとう急に言っちゃった、あなたに寄り添う優しい歌をっていうところですよね。まさにぴったりだなっていう風に。キャッチコピーやっ
これはファンの方に言われたんですか？いや、あのテーマとしてまず最初に音楽活動を始めるときに掲げたテーマです。ああ確かに歌詞とかがそういう感じですもんね。やっぱ常に意識はしますけれども、うん、今はシンガーソングライターとしてどれぐらい活動されてるんですか？はいはい、ルーツはバンドからスタートなんですね。そうそう、あ、そうです、バンドからスタートして、バンドからスタートをして、そのバンドと並行してソロ活動を始められたということで、はいはいはい、ソロ活動を始めた時に曲作りも始めたんですか？そう、でも大学時代ぐらいから曲作りとかはしてました。はい、へ、曲作ろうと思ったきっかけって何なんですか？きっかけ、いや、何もなく普通に生活してる大学生曲作らないですからね。あ、そうですね、確かに。なんか音楽活動したいと思ってはいたんですよ。はい、あ、じゃあ活動するために曲を作ってっていう形で、はい、でもいきなり作詞作曲って普通できないですよね。あの音楽自体は好きでずっとやってたので。へ、それはもう弾き語りの形で。弾き語りな形で。学生時代からライブとか。ライブはしてないです。あ、学生時代してた、しました。してるじゃないですか。はい、学生時代はどういう活動されてたんですか？学生時代はなんか大学のサークル的な感じで。あー、サークルで音楽を。はい、その時はバンドで。はい、そうです。最初はコピーとかされてたんですか？そうです。誰のコピーをしてました？あのバンプさんとかが多かったですね。その時代なんですね。その時代その世代その世代期ですかね。今ちょっとバンプさんに失礼でしたね。でも結構コピーされるじゃないですか、バンプとか。その辺ミスチルはもうちょっと上の世代ですかね。あ、そう、ミスチルさんはやっぱキーボードとかシンセとかがすごい、はい、こう、あ、はいはい、なるほど、入ってくるので、ストリングス系がなかなかこうカバーするのは優秀なキーボードさんがいないと、はい、あ、なるほど。ギター、ドラム、ベース、ボーカルっていう一番オーソドックスな形っていうんですかね、はいはいはい、その形でできるのはバンプでした。そうですね。その時はボーカルだったんですか、中山さんは？そうでした、そうでした。あ、でもギター弾いたかもしれないです。弾いたり、はい、それで学生時代の音楽活動が終わってからも本格的に音楽を、はい、そうです、やろうっていう形で。はい、そうです、そうです。やっぱり学生時代のその音楽活動で目覚めた感じですか？いや、なんか中学とか中学時代からずっと音楽で生きていきたいと思ってて。へー、最初からじゃあ夢がミュージシャンだったんですね。そうですね。あ、もうずっとじゃあ中学時代から変わらずに。それで演劇部に入ったんですよ。え、演劇部話変わってきましたね。演劇部とかかと思います。あの演劇部に入ったんですよ。ミュージシャンになりたいぞって思って、何落ち迷ったか。演劇部に入って、はい、演劇部の部室トントンって泣いて、はい、ミュージシャンになりたいですって言ったんです。はい、そうなんです。いや、あの、普通にあの、はい、演劇やってました。演劇やってました、演劇やってました。そうなんだ。なんでですか？いや、なんかその時ちょうどなんか福山さんとか、はい、柴崎浩さんとかがこう演劇俳優女優からこうミュージシャンに転向するみたいなのが、なるほど、すごい、まあ、どこにチャンスが転がってるかわからないですもんね。もう単純なんで、もう、いや、もう音楽やりたいんだから音楽やればいいのに、はい、いや、音楽やるんだったら今は俳優の時代だって言って俳優を。そんな時代ありました？どうだろう、音楽やるなら俳優から入る時代、ちょっと私知らないんですけど。今考えるとやっぱ血迷ってたなと思いますけど。なんか演劇部に可能性感じたんでしょうね。そうですね。あ、でもじゃあ最初に音楽に触れたのは、はい、なんだ、その前なんですか？最初に音楽始めたのは、はい、歌自体はもう幼稚園時代からずっとやってて、あのヤマハさんとかで習ってたり。あ、歌を習ってたんですね。はい、ピアノとエレクトーンですかね。へえ、あ、私ヤマハのピアノ教室通ってましたけど。あ、そうそう、ただそう、同じ形式で、あの集団クラスのやつですよね。そうそうそう、歌が。歌はやってなかったですね。あ、じゃあその時からもう歌は好きで、はい、でもずっと音楽は好きで、で中学で夢が固まったっていう。はい、そうですね。ギターはいつからやってるんですか？ギターは初めて触ったのが中学3年生ぐらいで。あのじゃあ断然歌が先なんですね。そうですね。うーん、あのクラシックギターを習いに行きました。へえ、クラシックギターの種類も違うやつですよね。あ、そう、違いますよね。ガットギターみたいな、ちょっと繊細な感じの。そうなんですよ。しかもなんかクラシックだとすごいこう、はい、ルールが厳密で、例えばなんか足の踏み台を置いて、はい、でネックをこう、あ、目線と同じ高さにしなきゃいけないみたいな。女性がそのスタイルでなんかかっこよく弾いてるイメージが。そうそう、そういうルールとかがすごい厳しいやつで、はい、なんか弾き語りとはちょっとジャンルが違う。確かに弾き語りで
クラシックギターってあんまりあんまいらっしゃらないですよね。いらっしゃらないですよね。だ間違えちゃったんですよ。はい、間違えちゃった。いろいろ間違えてますよね。こうなりながら、はい、はい、そんな感じです。はい、じゃあ最初はクラシックギターで弾き語りをしてたんですか？いや、クラシックギターは、はい、なんかよく分かんなかったんで、はい、すぐにもうやめちゃいました。なんか違うなって思った。気がついちゃったんですね。はい、それで高校時代にバンド。高校時代はバレーボールやってました。あ、また全然違う方向にどんどんいろいろやってますよね。あのつるんだ友達が良くなくて、はい、つるんだ友達がゲーマーだったんですよ。すごい。はあ、それもバレーでもないし。そう、あの音楽でもないんですけど、はい、でなんか高校時代はあの、はい、職業僕学生じゃなくてハンターやってたんで。ハンター、はい、後半ですかね。あ、そうです、そうです、そうです。ハンターやってたんで、あの学生時代の学生ハンター、はい、副業学生みたいな。学生ハンター初めて聞きましたね。感じ、なんでそりゃ感じでやってたんですけど、はい、なんか図書室で図書室でゲームをやってたら、はい、え、図書室でハンターやってたんですか？そう、図書室でハンティングしてたんですよ。だいぶギャップがありますけど。そうなんですよ。もうそしたらあのバレー部の顧問の先生が、はい、あのちょっとごめんなさい、散らかりすぎてちょっと整理がつかない。、はい、図書室でハンターやってた時にバレーボールの先生が来て、バレーボールの顧問が来て、で演劇やりたいです、中山くんバレー部に入りたいんだってって言われて、はい、言ってたんですか？いや、なんか友達にバレーボールの授業が楽しかったから、はい、バレーボールやろうかなって言ったのを、はい、顧問に言ったらしくて、先生が真に受けちゃったってことですね。はい、それですごいなんか嵐のような、そう、はい、嵐のように入部させられ、はい、バレーボールをやってました。いや、結構本気でやっちゃいました、バレーボール。結構本気でやっちゃいましたね。その頃音楽は？その後全くやってない。ちょっと穴ですね。バレーボール時代に一回ちょっと音楽ブロックされちゃったんですね。はい、高校3年生の時の学祭の時にやって、はい、あ、なるほど。今思うとよくあんなのでやったなと思うんですけど。それはバレーボール熱中してますからね。そう、バレーボーラーですからね。音楽はあまり極められてない状態での、はいはい、バレーボーラー兼ハンターですからね。ミュージシャンどこにもないじゃん。そうそうそう、ハンターとバレーボールしかやってないじゃないですか。そうそうなんですよ、はいはい、そんな高校生活で、そんな高校生活 で、はい、でその後じゃあようやく本腰入れて音楽に。そうなんですよ、ようやくあの自分の中では、あ、やっと音楽ができるみたいな、はい、大学に入って、バレ邪魔くさいバレーボールとかハンターとか。そうです、そこで一旦、はい、手放して、はい、ようやく音楽できて、なんか嵐のようなそのエピソードの後にあの優しい曲作ったんだなと思うと、ちょっとまたそこでギャップが、そうですね、ありますけどね。結構最初は激しめの曲作ってたりとか。最初は今よりももっとこうなんか幸せな曲作ってました。え、今の曲も結構幸せな感じに聞こえたんですけど、うん、の今のはあのなんか、はい、その最初にもうピークを迎えてしまって、柔らかい音楽の、はいはい、曲作り始めた時にピークを迎えて、はい、で今その優しさピークをその枠の中で頑張ってる感じ、はい、ここがあるんですね、はい、そこがもうピークがもうあって、そうそう、そんな感じで活動してます、はい、ちょっと暗い部分もあって、ん？優しさピークがあって、はい、今ここで活動してたじゃないですか。そうですそうです、ここは何なんですか？ここ、あ、ここですか、はい、ここバレーボールですか？いや、バレーボールはそう、まあ、ありますね。あるんですね。やっぱちょっとハンターとバレーボールの部分が根底にあって、はい、そこからちょっと優しい感じになっていったっていう。はい、そうです。ちょっとよくわかんないまとめ方になっちゃった。ちょっとここまですっごいなんかいろいろあるんですけど、はい、今じゃあ音楽だけやってるかって言ったらまた違って、はい、ちょっと、はい、朗読のイベントとか、はい、やってるらしいんですね、はい。なんか声優さんだって聞いた。では、ちいろちゃんがね、そう、目指してる段階なんですね。頑張りましょう。まだなってない。頑張りましょう。僕もシンガーソングライターになるべく頑張ります。でもなってます、なってます。まだ途中なので、途中で生放送。ちょっとハンター兼ミュージシャンみたいなところ、はいはい、そう、朗読の協会をやっていて、協会、はい、え、協会をやってるってどういうことですか？協会に入ってるんじゃなくて、一般社団法人、はい、ああ聞いたことあります、それ、はい、で朗読の協会をやってるんですよ、え、主催みたいな感じ？そうですそうですそうです、で自分で開いてるってことですか？あ、そうです、なので出演者バリバリ募集中なので、はい、朗読とか興味ある方、出演者募集中、あら、やった、声優の卵がいますから、はい、はい、そう、声優さんの卵であったり声優さんであったり、ああ出演されてますね。そうなんだ、楽しそう。バレーボールハンターからミュージシャン行ったじゃないですか、はいはい、どこでその朗読のイベント立ち上げようと思ったんですか？なんか間違えちゃってますよね。また間違えちゃったんですか？やっぱり間違ってますよね。でも朗読と音楽って非常に近いと思いませんか、
まあ、気持ちを込めるっていうところではすごい戸惑いが要はどうやって絞り出そうか考えてでもほら例えば歌でもどの音をただこうきつくドーって出すのと、うんうん、こう柔らかく気持ちを込めてどの音を出すのっては全然違うじゃないですか、うん、確かに同じメロディーでも全然歌い方によって違いますもん ね、 そうですよね確かにそういった意味では、はい、中山さんの歌声は若干語りかけるような感じなのでちょっと朗読でもあの声で優しく朗読されるのかなっていうイメージは、まあ、僕朗読はしないんですけどしないしないんですか主催なのになんでしないのに主催して、はい、協会立ち上げて募集してるんですかはい、はい、そうですミュージシャンのなんか協会みたいなのはミュージシャンの協会はあんまり需要がなさそうなので人口的には多分ミュージシャンの方が多い気はしますけど確かに朗読家でも誰にでもできるので、はい、気持ちさえあればはいそうですそうです朗読って何かルールみたいなのないんですかいやなんかうちの理事長はなんかあ練習はしますけど、はい、なんかうちの理事長はやっぱ本を開いて読むのが朗読だみたいなでも僕はなんか朗読と音読の区別もつかなくてその区別まずつかないと教会立ち上げちゃダメじゃないって思っちゃったんですけどやっぱりと思うんですけど漢字が違うあたりで意味は違ってるでもあの字面がねでもあのそのなんかこう紙一重感はい紙一重感がやっぱりこの朗読とかの身近なところであったりこう子供であったり大人であったりこう、はいはい、老若男女が構わずこう関わることのできる大きなポイントだなっていうのを思うのでなるほど。どんなイベントをやるんですか朗読、朗読の会、出演者がこうステージの上で朗読をする、はいごくシンプルに、はい、リーディングシアターってあそうリーディングシアターとかそれはこの間やった、うん、あのアニメの動画を流して画像を流して、はいはい、それに合わせて声優さんがその人になりその役になりきってセリフを読むみたいなあアフレコみたいなあそうですそうですそうですじゃあもうまさに私アフレコやったことなくって、まだ舞台ばっかり私もやってるんで、はい、あ声優さんもそうミュージカルも出演者募集してます演劇から始まるミュージカル、はい、ちょっとごめんなさいあの全然あの整理が今ついてないあちこちに驚いてるしまた新しいの出てきちゃったんだ大変だ大変だでも声優さんも私アフレコの練習ばっかりするのかなと思ったら演劇から入ったんですかそうですね、まず舞台が、はい、まず感情が作れないとあのダメなのであの一応声優さんも役者なので声の演技ですか、ね、はいだからやっぱり感情を作って体で表現できるところから始めるっていう感じですねなるほど、はい、じゃあお二人のルーツがどちらも演劇みたいな感じになってますけどね、はい、確かに、はい、それミュージカルも今度は、はい、ミュージカルはやる側ですかうですもう大、ま、最初やってて、はい、スタッフ側に回っていますけれども、はい、あミュージカルやってたんですか、はい、それは演劇部からそうです演劇部の時にミュージカルやってていや演劇部の時は演劇しかやってなくて大学いや高校生の時に始めたんですよだからバレーボーラーとハンターとその頃もう一個あったんですか学生と出てきた出てきたミュージカルやってましたえなんか掘り返したらもっと出てきそうな感じありますね誇りばっかり隠してましたからもうパンパンかと思ってたのに確かにえなんでミュージカルはやってたんですかその時演劇もう高校生十何歳じゃないですか、はい、あの正直に言うと演劇との区別がつかなかったんですよ演劇とミュージカルの区別が、はい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 、今考えるといや全然違うって感じなんですけど、はい、ただ本当に歌があるか歌がないかぐらいの違いだと思ってたんですけど、はい、でも根本的に違うんだなっていうのに気がつかなかったんですよです、ね、いつ気がつきましたちょっとそれあの本当にあの内緒で内緒でそこ NG で NG でちょっとあの知り合いに聞かれるとまずいんで一緒になってたメンバーとかいますからねそうですねなるほどでも今はじゃあ朗読のその主催とか、はい、ミュージカルも企画はい企画主催運営へ、企画主催運営はい忙しいじゃないですか忙しいですでも音楽も音楽もじゃないか音楽が今主軸としてはいそうですね時間足ります体足ります足りないです足りてない状態です今血印が出てます今すごすぎるもうじゃあ曲作ってる時間とかってしっかり今日は曲作るぞっていう日があって作ったりとかしないですか？なんか曲作りが僕は夜しかできなくて特に夜中の朝の4時とかが一番ピークなんですよ、はい、もう朝じゃないですかそれそうなんですよそうなんですよ午前4時を夜と捉えないです私はしかもなんか精神的に参ってる時ほどって感じなので、はい、
参ってる時に作る曲のようにはちょっと思わなかったんですけど、最後にやった群青っていう曲なんですけど、はい、最後にやった曲は、はい、去年の6月にあのファーストシングル、はい、希望の光っていうのを出させてもらった、はい、朝の4時にできて、でライブでやるみたいな。あ、ファーストシングルをの作ってレコ発をする日に作ったんです、はい、あ、今日出すぞっていう時に、はい、本当ならそれで頭がいっぱいになってるはずなのに、はい、じゃあ作るぞっていう湧いてきちゃったっていう感じの。そうなんですよ。なんかもういても立ってもいられなくて、この今自分に湧き上がるこの気持ちをどうこう表現する、ラブると生まれちゃうんですね。あ、そうですね、やっぱそういうのはありますよね、自然に。なるほど、じゃあもうその精神的に落ち込んでる時とかっていうのはなんか自分をどこか励ますための曲を自分で作ってるみたいな。多いですね。あ、なるほど。やっぱあの啓発系の曲も結構あって、はい、啓発系の曲はなんか説教臭いんですけど結局自分に向けて作っていたりだったり、で自分が言われたい言葉みたいなところがあって、あ、じゃあちょっともしかしたら落ち込んでる時とかに、はい、毎回中山さんの曲聴くと違うかもしれないですね。あ、そうですね、ちょっと励まされたりとか。もう落ち込んでる時、うん、もういらしてください意外な面がすごいたくさん出てきたんですけど、はい、ここで、メール、はい、メールが届いております、はい、メールご紹介させていただきます、はい、では私が読みます。はい、はい、ゆきこちゃん、ちひろちゃん、こんばんは。中山さん、こんばんは。でにこです。中山さんの歌初めて聞きました。一言で言うなら、優しい、大切にしているという歌詞もメロディーもそして歌声も優しい、高音がとても澄んでいて、綺麗な声です。中山さん、耳元にピカリと輝くのはピアスかな、ネックレス、ブレスレットもしているかな、おしゃれですね、ありがとうございますじっくり見られてましたねさて、隅から隅まで見られてましたですね、さて、今日はワープロの日です。1978年に東芝が初めてワープロを作りました。皆さんはワープロを打ったことありますか？中山さん、これからも歌詞を大切にして優しい歌声を届けてください。それではまた、バイチャー。バイチャー。はい、デニコさん、いつも今日は何の日っていうのをくださるんですよ、はい、はい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 、今日はワープロの日だそうで、はい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 、はい、ごめんなさい、10代の千尋ちゃん、ワープロとか知ってる？あ、いや、野球ですか？出た出た出た、パワープロやろそれ。あ、そうやってました、やってました、小学生時代ちょっとバカ丸出しにしましたね今お恥ずかしい。質問は何でしたっけ？ワープロ打ったことありますか？何、ワープロそれで打ったことあるかっていう野球のこっちかと思いました。だから打てるか打てないかみたいな。違うんですね。課金みたいな。はい、何ですか、ワープロ。あ、聞いたことあるな。パソコンが出る前 の、 あのコンピューター、ね、ああはいはい、ワードプロセッサーですよね。訳してワープロ。ネットはやらないけど、あのエクセルとかワードとかですかね。ワードとかそういうなんか文章の打ち込みとかをできたコンピューター。ワープロもう10年開くと知らないんですねちょっとショックなんですけどごめんなさい。もちろん私あります、ワープロで、まあ、ちょっと遊びみたいな感じでやってました。ありますか？いや、ないですね。あ、もうないんだここの開きもちょっとあるかもしれないごめんなさい、ちょっとジェネレーションギャップが浮き彫りになってしまいましたけど。いやー、ちょっと、でもおそらくあれでしょうね、私より上の世代だとミュージシャンもワープロで歌詞書いたりとかしてたんでしょうね。あ、そっか。今も Mac とかで歌詞書いたりする人いるじゃないですか。多分それがもうちょっと上の世代だとミュージシャンも多分ワープロ使ってたと思いますよ。そうなんですね。うん、おそらくワープロ。どうです、今歌詞とか手書きですか？あ、併用ですね。手書き。あとはやっぱこの書こうと思った時は手書きの方がいいですけど、はい、その後整理整頓していくのはやっぱり同時進行なので、メロディーとパソコンの方に、はい、あ、メロディーと同時に、はい、基本的には。あ、じゃあ歌詞書こうって言って書いてからじゃあ曲つけようかじゃなくて、はい、逆にメロディーだけ浮かんだりとかありますね。あ、メロディーから浮かぶこともあって、でも基本はじゃあもう降ってくるもんですから、じゃあ歌の状態で降ってくるんですね。かっこいいこと言いましたね。これからそれ僕使えますね歌の状態で降ってくる感じで心の中にどや。いや、なるほどちょっと不思議なあの中山さんの一面じゃない、もう5面ぐらい出てきましたけど。そうですね、たくさん出てきた、はい、あ、そうだ、 CD を、はい、今何枚出されてらっしゃる？今これで3枚。今3枚出されてらっしゃる、はい、今月の頭に。でちょっと素敵なんですよね。あ、そう、素敵なんですよ。
こちらのカメラで映せますかね。こちら これはい、これですね。ここにじゃあ、あ、今ちょっとあのセカンドシングルから流させていただいてるんですけど、もっと離れて、はい、ちょっとあの素敵なデザインになってるんですけど、そう、こちらはお友達が、そう、希望の光、これ最初のやつで、へー、多分最初のやつ、そうですね。この写真もお友達に撮ってもらってるんですか。あ、そうです、そうです、あ、でも最初は自撮りでした、これ、すごい、実は、そう、実は最初は自撮りでしたね。でもシンプルなんですけど、なんかすごい情景が浮かびそうな、そう曲聴きながらこのジャケット見て聴くとまた楽しめるかもしれないですね。すごい、僕サードシングルのこの十人十色のこちらを、いいですねこれ。9月2日のワンマンライブの時に発売されたという、はい、出させていただいて、うん、ワンマンライブもう2度目あ、カフェで何回かやらせてもらってて、カフェワンマンライブ、はい、そこで発売記念ライブイベントっていう形で9月2日やられたんですね、はいはい、今こちら3枚とも CD はまだ在庫あります、あります。お、それじゃあライブに行くと、はい、ライブ会場で主に販売したり、はいはい、ということですね。なるほど。 YouTube とかもありますか。 YouTube はこの間1個アップしたぐらいなのであんまりないですけど、あの、ありますのでぜひよろしくお願いします。じゃあ今後そちらにオリジナル曲とかも、あ、そうですね、いろいろ考えてます。うん、じゃ あの直近の告知なんかをお願いしようかなと。はい、都内だと11月の1日に下北沢レッグっていう、はい、あ、下北沢で、はい、普段町田が多いですね。 あんまりこう都内に出ることないんですけど、はい、都内、町田も都内、町田も都内です十分東京、はい、でもあの、はい、そう、あの東京寄りにすごく寄るのが、23区内があまり、そうなんですよ、はい、なので珍しいやつなので、はい、ぜひなんか投票もあるって言って、なんとかなんとかライブだっていうのでコンクール形式の、そうなんですよ、なのでぜひ遊びに来てください、はい、デニコさん待ってます。デニコさん来てくれるかな、し今日会場のお客さん来てくれるかな待ってますはい、10月もいくつかライブあります、ね、ありますね。あのホームページ見ていただければ、中山優って、はい、オスに生まれるに人弁の右って調べてもらえれば出てきますんで、うん、これお名前、私漢字3文字で読みが2文字って初めて、そう、間を読むんです、この間を読む、漢字と漢字の間を読むんですあ、そうか、漢字は読まないってことですか。そうなんです、間を読むんです。またちょっと不思議なの出てきちゃった終わり時間もそんなにないところ不思議なの出てきちゃいましたけどでも特徴のあるお名前なので、そう、一発で覚えてもらいます、はい、そうですよね、うんうん、絶対あの検索した時他の人と被らないですね。被らないですね。この名前の人他に2人いたらちょっとびっくりしちゃいますね。びっくりしちゃいますね。むしろ会いたいですね、はい、残りの告知も続々ありますので、はい、公式ホームページの方で見ていただければと思います、はい、よろしくお願いします、はい、最後にじゃちょっと MC の、 あの私たちのちょっとお知らせも、はい、ちょっとだけさせていただきたいんですけど、私は高崎由紀子、はい、カタカナで高崎由紀子という名前で一応シンガーソングライターをやっております。じゃあ一つだけ、あの10月1日の日曜日に巣鴨のアルプスカフェさんというところで、あの午後3回ライブさせていただきますので、こちらもあの私高崎由紀子カタカナで誰とも被ってないと思います。ツイッターなど、あとはフェイスブックとか、あとはホームページもありますので、ぜひチェックしていただけたら嬉しいです。そしてあの千尋ちゃん、私前回一緒の時は告知なかったんですけど、そうなんです、私、はい、今あのアニソンシンガーソングライターをやって目指している、はい、ゆたなちゃんという方と、はい、私今名前千尋なんですけど、はい、ラジオではまひろっていう名前でちょっと今新しくラジオ番組を作っていただいてまして、これですね、公式ツイッターが、はい、ありがとうございます。公式ツイッターがですね、この、はい、アットマヒウタなんだっけアンダーバー JT で、出てくると思いますので、マヒウタ JT っていうのはこれユニット名、あ、ラジオ番組で、ラジオ番組の名前なんですね。略で女子トーク、はい、なるほど、若々しいな、なんかもうそうなんですよ、あのホワイトボードはキラキラしてますよ、もう若者の、はい、あの悩みとかをこう募集しているので、はい、ぜひここにお便りなど送っていただければなと思って。これ解説したばっかりなんですか。そうなんですよ。なのでいつちょっと放送なのかまだわからないんですけど、はい、ぜひあのお便りをお待ちしております。こちらの方でも、私も名前かぶってません大丈夫ですね、かぶってないですでは、今後も中山さんのライブ続々あると思いますので、はいはい、今後の活動も楽しみにしております、はい、ありがとうございます。またこの番組でお会いしましょう、はい、ありがとうございました。はい、それでは以上、千住でクロスエンタメライブ、本日のゲストは中山優さんでした。 MC は高崎由紀子と千尋です。ありがとうございました。また来週。ありがとうございます。ついてゆく細い道ならば僕が自然な